始まり始まり、今日の焦点北九州。お題は北九州の台所旦過市場、これまでとこれから編。裸電球の柔らかい明かり、長屋敷の建物、このザ・昭和って感じ、好きなんだよな。旦過市場の長さはおよそ180メートル、120店舗ほどが軒を連ねます。その多くが食品を取り扱う店、鮮魚に精肉、野菜に惣菜と、とにかくバラエティ豊かです。大正時代の初め、隣接する神嶽川の岸に船が荷揚げするようになったのが旦過市場の始まりとされます。以来昭和、平成、令和と北九州の食を支えてきたんですね。そうした歴史を背景に、プロの料理人たちから信頼される老舗の食材店が多いことでも知られます。一方で若い店主たちが経営する新しい店も増えています。最近ではこだわりの醸造酒が飲めるクラフトビールの醸造所や、燻製食品の専門店、カレーパンの専門店もオープンしました。観光の方とかはもちろん、その地場の人たちにも安くて美味しいものが提供できるところが一番のやっぱり魅力なのかなとは思ってます。時代や世代を超えて愛されてきた旦過市場ですが、北九州市では市場のある旦過地区の再整備を進めています。旦過市場は神嶽川の浸水や木造建物の密集など防災や防火の面で課題を抱えております。今の旦過市場の良さを維持しながら、今後さらに愛される旦過市場を作っていくため、市場の皆様と協力して再整備を行っていきたいと考えております。ちなみに再整備の間も市場は変わらず営業しているとのこと。さあ、これから旦過市場はどう変化していくんでしょう。もちろん今とは形がですね、姿が変わってしまうんですけど、新しくなってもですね、旦過市場の中身というのは変わらない、もっと良くなっていきたいと思うので、今よりもより良い形でですね、市場を楽しんでほしいですね。今日の焦点、時代を超えて北九州の食を支えてきた旦過市場、守るべき良さは生かしつつ、より愛される市場に。